マイクチェック高飛車さんマイクチェック。オッケー来てます。サンチェスマイクちょっとちっちゃいですか？大丈夫ですか？これ20秒です。てかカメラやっぱ大丈夫ですか？大丈夫だね。でもあるは あ, 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 あオッケー10秒切ってます。はいはい。3、2、1。エビックのびっくりラジオ。聞こえがなんか変だ。ちょっと高いかも。マイク。ああ、今来た。さあ今週も始まりました。金曜の19時にびっくりをおもてなし、映像会社エビックのびっくりラジオ。この放送は毎度おなじみタカミーとバナとヒタミンとサンチェスでお送りしております。はい、今週のテーマは謎かけでございます。謎かけです。謎かけです。謎をかけるおさどうしたということで時をかける少女とかけまして歌わせていただきましたが、今週は謎かけが得意なおじさんがゲストに登場いたします。そうなんですね。誰が登場するかはお楽しみです、うん、ということで皆様に謎かけに関するお話やお題などどしどしご応募参加お待ちしております。はい、番組へのリクエストコメント感想はメール avic@fmgino1.com メール avic@fmgino1.com までお願いいたします。またこの放送はツイキャスユーストリームサイマル放送でもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワンホームページご覧ください。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション AVIC、 片アク解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りします。はい、じゃあ、見える？メール誰か見れます？うん、見れます。あの、G メール。お願いします。はい、ハッチーさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。サルのコロさん、こんにちはいないな。わいないな。懐かしいな。なんでわいないな。陸上選手ですよ。あのアフリカ、どこだ？ケニアじゃん。マラソン選手。Yes。 お願いします。お願いします。どうぞこちらにお座りください。はい。ちょっと寒いね。寒くない？大丈夫。もう少し CM 開けます。はい。あ、ヘッドホン大丈夫ですか？あ、そうですね。はい。10秒。もし椅子高かったら調節して。はい。3。2、1。 F。 はい、放送始まってますね。すいません、F、ちょっとうまくできませんでした。 F 許して F F, F うるせえな。梅雨明けたよ。開けちゃいましたよ。とうとう夏到来だよ、うん、夏ね、昨日から明けましたが、ね、一気に蒸し暑くなりましたね。あれ蒸し暑くなったの？そんな一気に蒸し暑くなりましたよ、ね、蒸し暑いね。中を一気に来ましたよ。吹き飛ばしてくれるゲストが、はい、今日は来てくださっているということで。誰ですか？沖縄の謎かけ名人としてラジオテレビ等でご活躍中のケイシー高飛車さんです。よろしくお願いします。こんばんは。沖縄一の謎かけ名人ケイシー高飛車でございます、はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、はい、うちのナンバーワンそうナンバーワンです。うちのナンバーワンにね、出たんですよね。出させていただきました。ありがとうございます、うん、私が確か初出演の時。そうですね、前半後半で。そうそうそう、はい、びっくりしました。あれケイシー高飛車出てるいやもうあの番組はね、うん、本当にね、
あの行き当たりばったりって本当に行き当たりばったり高さんも本当にねもう本当にねでも面白いですよ本当にそうでも打ち合わせなしで、はい、私見ましたけどあそこまで、はい、あの謎かけあと高さんについていけてるっていうのがすごく、うん、すごいなってあの、うん、そうなんですよ逆にね、はい、何でも言っちゃうもんだから高さんから、はい、つまんねえやつだなってそうなんか言われてますその時はもうすいませんでしたって言うから本当にいやまた呼んでくださいって、うん、そうなんですよ今日はテーマが謎かけということで、はいはい、本当それにぴったりのゲストということで、はい、いろいろね、ま、謎かけについてお聞きしたいなと思うんですが、うんうんうん、どういったきっかけであのはい、今回あの 高飛車さんはあケーシーでいいですよ、はい、言いやすいですか、はい、高飛車ってなんか僕らにすごい威張ってるように見えるからケーシーさんでいきましょうケーシーさん、はい、あのどういった形で謎かけに、はい、あのやろうと思ったんですか僕はあの実はあの、まあ、始めたのは5年前なんですよあ結構最近、はい、そうなんです、ね、しかもあのきっかけはそのラジオの生放送で謎かけコーナーがありまして、はい、でそのパーソナリティの、小刻みインディアンさんとか、はい、ビッグサービスさん、はい、沖縄で活躍されています、はいはい、でその、番組に毎週のように送ってたんですね、はい、でそれで毎週送ってるうちに、うん、なんか面白いなとちょっとハマってしまって、はいはい、そうこうしてるうちに芸人さんたちからいろいろ紹介されたりとかでそれでライブのこうあの、まあ、お誘いというかあとそれで、まあ、打ち上げとかおいでとか作家さんとか教えてもらったりとか、はい、でそれでじゃあ今度ゆくゆくはちょっと即興でやってみようかなと挑戦してみて、うん、それで、まあ、4年前にですね、はい、インターネットのニコ生ってありますよね、はいはいはい、その番組を始めましてあその番組が8月で4年になります4年、はい、あすごいすげえすごい有名リスナーになっからもう 今までは出す側だったんだけど、うん、出る側になっちゃったんですそれはコメントとかでお題をもらうんですか、はい、それに答えるみたいな感じなんですか形式的に最初はお題が今週のお題は何とかですよっていうのがあったら僕らが送るんですね、はいはい、その中であいつもうまいねとかまあこれはちょっとあの、はい、あ何度何度送ってるうちに言われたりとか、はい、それで名前を覚えられましてへー結構ねあの、うんまあ、リスナー出身の方もこの FM 宜野湾で活躍されてる方いらっしゃいますよそうですね、はい、番組ねアルビシャイラジオのね、はい、フリムラジオとか、はいはい、マシャさんもそうですよね DJ マシャさんとかイフミさんもそうですよねすごいね高見もなんかそういうきっかけがここから掴めるかもしれないですね自分はもうリスナーっていうかだあんま出したことなくて好きなんですよ、うん、聞くだけリスナーみたいな聞くだけリスナーで出すっていう意欲とかあんまりこう読まれる快感とか全然味わったことないんで最高だよいやサンチェスさんとか出してますよ ね, そうよね最近からまた送り始めてる、ね、最近はまだ送ってないなあれ近々また復帰しようかなと思って近々送りますということでねケイシーさんって、はい、確かあの謎かけ名人しながら会社員もされてるって噂聞いたんですけど、はい、最後です今実は会社帰りです、はい、あ、そうなんですね、はい、おいそれで衣装じゃないんですか、まあ、ちょっと若干派手ですけど、はい、なんかねこれねそう、まあ、一応、まあ、職場ではかりゆし OK なんで、はいはいはいまあ、来たんですけど、はい、旗から見たらこれねなんかあの UAL の社長なんですよああそうですね言われたら帽子かぶったら、ね、ぽいですねそうそうそう顔切れてましたねカメラから、ね、だからこれはもう衣装だけ見てもらえればもう本当衣装みたいでした、うん、これで帽子かぶったら本当にね、うん、発射オーライで発射オーライはいということであのツイキャスがね、はい、どんどん来てるんですが、はい、お題が届いてます ありがとうございます、はい、ショーンツーさん、はい、はじめましての方ですね、はい、ありがとうございますポポポケイシーさんこんばんはこんばんはお題梅雨明けあ、いいですね梅雨明けやっぱ季節柄ねそうですね梅雨明けですねはい考えてもらおう、はい、梅雨明けなんだろう梅雨明けはいおはよ整えましたはい早梅雨明けとかけましてはい、結婚式場が忙しいと解きますはい、はい、その心は晴れの日が続きますおーおーおーおめでたい早いなるほどね、はい、もうかける早いかけるものもいいですねやっぱり、晴れの日と、まあ、そうですね、あの、まあ、まあ結婚式のこと晴れの日って言いますよねすごいでそれをちょっと応用したやつでじゃあもう一ついいですかはい、はい、じゃあ晴れの日とかけましてはいと寿貧乏と解きますはい、はい、その心は晴れの日が続いてカラッカラなるほどねはいはいはいすごい
早すぎる。すごい、なんか全然違う。あの一応私も梅雨明け考えてきたんですけど、うん、あ、じゃあ流れで言いましょう。いいですよ、いいですよ。全然つまらないんですよ、先に出していいですか。てか今のうちに事前に考えたの言いたいですね。もうなんか恥ずかしいよね。まあ言いたいんだろ、早く。みんな考えてきたんだよ、うん、ですよ、実はこのパートの時間を話しましょう。いいことですね、皆さんで楽しみましょう。はい、いいですか、はい、なんかダメ出しとか出してもらえ。あ、いいね。いやもうそれはね、早速もう、まあまあまあ、基本というか、まあそれがなってれば全然僕はもう、はい、もう常に遊んでもらえれば謎かきはもう言葉遊びですからね、はい、逆にね、何も知らない状況で答えて、後からね、ケイシーさんにいろいろ習ってから、うん、またやるときにちょっと進化したっていうかね、うん、進歩した自分たちが見せられたらなって思うと、うん、はい、じゃあいい、はい、今のチームパッツさんに言いましょう、一個ずつ、一個ずつ言うか、考えた事前に何の知識もなく、うん、じゃあ一目から、はい、梅雨明けちょうど出たので、梅雨明けとかけまして蚊に噛まれたと解きます。はい、その心はどちらも晴れるでしょう。ああ、いいんじゃない、晴れるでしょうね。あー、ケイシーさんの次はやりづらいな、でもね、やりづらいな、かぶってるな、ね、普通でしょ。あ、でも俺も普通ので、じゃあ次降りていいですか、最後嫌なんで。これよりもレベル、これよりもレベル低いんで、はい、いきます。短い時間しか生きられないセミとかけまして、うん、いつもは酔って周りに迷惑をかけている友達がお酒を飲まずにハンドルキーパーをしていると解きます。その心は儚いでしょう。儚いね。なるほどなるほど。ああ、なんかお題が長すぎてさ。でしょ。だからそれをそのパターンを確かに今こういうのってやっぱり、はい、あんまり上手くても、はい、お題が頭に残らないと、うん、やっぱりダメですよね、多分ね。これダメな例なので、できれば短い方が短めがいいんだ、はい、あ、そうなんだ。なんだろうと思わせるのがやっぱ、うん、謎かけなんで、はい、なるほどね。エビ、カニ、甲殻類みたいな感じですか。そうですね。そうなんです。まあ、今の極端で言うと、う極端で言うと、まあ、私は甲殻類は一緒なんですけど、はい、例えばじゃあエビとかけまして、はい、イナバウアーと解きます。あ、ごめんなさい、間違えました。ね、エビとかけまして、まあ、武将髭届きます。はい、この頃は、剃ってますとか。ああ、はいはい、まあ同じ剃るですよね。はいはい、まあ字は違うんだけど、まあ、はい、あの言い方一緒なんだけど違う意味。へえ、なるほど。なんかもうかけるセンスがすごい、ね、すごいですね。エビか二甲殻類ダメだったらもう厳しいですね。じゃあ残り1分ぐらいなんで、サンチェさん最後に締めましょう。サンチェさんね、はい、ライダーマンとかけまして、はい、はい、任天堂の携帯ゲーム機と解きます。はい、はい、その心はどちらも解像度が低いです。ああ、いかがですか。わかりますよ、わかる、ライダーマン、わかりますよ、ライダーマンは半分しかないんです。そうです。あの際のライダーに比べたら改造されてないわけ。はいはい、で、あの画質の改造と、ね、そうそうそう、改造と、改造とかけてみたんですけど、どうですか。あのこれはね、まあ一応ファンにと、うん、ファンの人には複雑でしょうけど、はいはい、そうですよね。でもでも、ね、あのちゃんとあの謎がそこにありますので、あ、いいと思います。はい、すごい、サンチェスさん、はい、ちょっとマニアックだね。なんか自分でマニアックの考えた時に、はい、言った後に説明するっていうのは正直言うとタブーなんですか、恥ずかしいことなんですか。自分も説明したがりなんですよ、分からない時とか。これで意味でかけたんだけど、僕もたまにありますね。ええ、ちょっとなんか身内ネタだけでやった時に、はいはい、ね、これがこうでしょみたいにちょっと説明したりとか、あとはこうやって、あ、もうそうですね、まあ、あとマニアックなものだけでちょっと やってみたいとか、はい、それで周りだけで盛り上がったりとかですね。説明も楽しくないですか、なんか。そうですね、ありますね、分かる人が言ってくれたらね、そうそうそう、7割分かって3割が、え、どういう意味って言って、それ聞いて全員 100% 分かるってなったんで、ね、そうなるほど。こういった形でどん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 ですね、はい、ケイシーさんに謎かけを習っていきたいなと思いますので、はい、どんどんコメント、メッセージ、お題と募集しております、うん、ということで1曲、はい、リクエストをご紹介させていただきます。私がリクエストさせていただきました、はい、大丈夫ですか、うん、J-WALK で何も言えなくて夏。これ特にエピソードとかないの。なさそう、なんか夏近いからぐらいのなさそう、本当に恥ずかしい。じゃあその間にか、じゃあ埋めるためにかけましょうか。夏、その間の曲、夏で何か出てきます。お題が夏ですね。うん、 OK、 いきましょう。はい、夏とかけまして、はい、流行届きます。はい、その心は今は暑くてもそのうち秋が来るでしょう。おー、素晴らしい。はい、
すごい、いいね、こんなにさんすごいの言ってんのにさ、サウナの心さん、自分を理解するまで時間がかかる、すみませんすみませんって言ってるよ。でもこの曲いい曲ですよ、うん、J-Wave 何回も、ね、バンド名か、ま、変わってますけど、ね、この冬バージョンもありますよね。おー、へー、あ、そうなんですか、あるんですか、知らなかった。じゃあお聴きください。いっちゃれい、あ、まだ流れてなかったの。まだボリューム残ったんですね。コメント、マシャさんがケイシーさんに先週日曜日会いました、そこでも素晴らしい謎かけやってくれましたねって。そうなんですよ、とイベントでお会いしましたよ。あ、もうじゃあ結構、あ、まあ、会社の方とかでは、会社でも、まあ、会社公認で、はい、やっぱ公認で大丈夫なんですね、はいはい、へえ。もう全然もう会社名出していいよとか言われてますんで、センブリッツ、はい、あ、じゃあもう全然それ理由で会社休んでも大丈夫だったり、それはダメですか。あ、もう有給はまあ、なるべく周りの人とも協力してすれば大丈夫ですね。へえ、すごい、それだけ信用が厚いんですね。実際に今年の2月に、じゃあ、ま、さんちょっと浅草、開けたらじゃあスポンサー紹介に行っていいですか。金曜日休み取りまして、はい、それで金土日で行ってきまして、それで金曜日は思いっきり休んできました。浅草で何かやったんですか。浅草のあの東洋館っていう老舗なんですけど、はい、そこで5分やらせてもらいました。へえ、すごい。これ メールメールどこで見るの。あ、ありがとうございます。メールが見れない。え、 G メールですか。うん、こっちの、これだ、違う、これじゃないです。さっきメールがあった気がした。そうなんですか、うん、この FM 機能に届くメールが、これか、これだな、これだ、これ、うん、この辺、あ、来てないか、新しいメール、エビック、どっちか来てない。エビックも去年から来てないですよ。あの G メールにしか、エビックの方は G メール、だって G メールしか募集してないんで多分来ないですよ、うん、たまにFM 機能に届く。サロンのコーラさん、ケイシーさんって管理職っぽい。でも実際会社でもそのぐらいのポジションっぽいですよ。やっと思うでしょ。実は入社丸2年ですよ。2年ですよ。あの、ちょっと下積みが飲みそうだった。あの、まあ、ちょっと20代、30代の頃は、30代の途中まで内地に行ってました。それで内地生活がちょっとなんか、まあ、行ったり来たりしてたんで、なかなかこう腰を据えて働くことができなかったんで、まあ、でも入ったところが今こうやって、あのこう、まあ、履歴書に特技謎かけとか入って、面接が思いっきりやりました。でそれで、あのその後入社して2週間後に、はい、その社員がたくさんいるフロアで朝礼やった後に、はい、ではこれから朝礼の後に高峰君の一言名付けやってもらいますっていう、突然リーダーからめちゃぶりが来て、いや、あの会社ではこういうね、ここであなたがこういうことでほんわかしてくれたらいいのよってなって、それでしばらくやらされました。あ、でもなんかいいですね、いい経験じゃないけど、本当にね、こう理解のある職場でいいなと思いましたね。あの、そういう本当にもう上のその本部長クラスの方なんかも、その噂が耳に入って、それにまつわるエピソードもありまして、これ本ちゃんで話してね、っていうか今別に普通に今流れてるツイキャスとかの人は聞けるんで、別に今音楽聞こえてないんでツイキャスの人たち、あのオリックス、全然いいです。オリックスのあのその沖縄支店の方にいるんですね。あ、でもあと30秒ぐらい、あ、全然ラジオでそういうの喋って、あ、そうか、いいんですよね。全然僕は、あ、はい、あのオリックスに、あの全然会社名全然、あの番組が MG じゃないけど、車のあの、このカーリースのね、その全国のあと10秒、あの事業所として準備になってます、はい、じゃあ振りますね、うん、たらかっちゃん来てる。はい、FM ギノワン 79.7MHz でお送りしております、びっくりラジオですが、はい、ここでスポンサー紹介をしたいと思います。お願いします。お願いします。は条件さんの商品ですね。条件さん、この前紹介した、はい、あの、はい、サイケイ茶っていうのを実際に持ってきたんですよ。はい、目の前にあるんですけども、これ入ってますね、うん、すっごいね、これ与那国さんのお茶なんですけど、はい、体にいいということで、飛行機 あの JTA 系の、機内紙のコーラルウェイか、はいはいはい、はい、有名ですね、うん、あれでもこのアザミは、もう飲んでるし暑かった暑かった
紹介されてるぐらい体にいいっていう、うん、ものなんですけど。体にいいんだ、うんうん、何が入ってるんでしたっけ。これはあのアザミっていうだけでいい。アザミだけ。アザミっていうものの根っこなんだよな。根っこ、うん、そうですね。ちょっとそれに、そういう匂いしますね。そうだね、なんか、うん、これをまあティーパックを、ね、匂いだけだったらそうですね、この大地の香りがね、大地の香りがね、飲んでみましょうか。今いいこと言いましたよ。その心は大地でいきますか。大地でいっちゃうよ、はい。あ、なんか健康に、健康に良さそうあな味だね。そうだね、うん、あ、うん、匂いよりというよりもそんなに味っていうかそういうのはあんまないですね、うん、好みでね、あの一目一番でもそうだけど猫舌すぎて美味しい。ホントかも、ちゃんと飲みなさいよ。すっげえ今ちゃんと飲みなさいってあれじゃないですか、その別に飲むだけじゃなくて何かの料理に混ぜるとかでもとか、ね、ちょっと、ね、なんかさ、うん、なんていうかな、お茶漬け、ああ、うん、美味しそう。合いそうだね、おかずとかに合いそう。合いそう。お茶漬け、おま、うん、梅とか。おま、おま、梅ね。おま、おま、おま、どうですか、ケイシーさん。あ、これ本当、はい、あのさっき出たんですけど、うん、体に良さそう。うんうん、全然これ。毎日飲めそう、ね、うん。冷えても別に飲めそうですよね。冷えたしても。あの三品茶とちょっと近い。うんうん、これ色は色あります？あるよ。薄いですね。ちょっと、うん、黄色い感じかな、黄金色、うん、出始めのお茶みたいな感じですか、うんうん、いいね。あの出し始めのね、ティーパックの、そうそうそう、何茶かなと思った今ぐらいの色です。ごめんなさい、はい、これどこで買えるんでしたっけ。これは条件さんだけで今取り扱ってるので、もし欲しい方は条件さんのホームページ、はい、連絡先が 831-9202、ファックスが 831-6997、 E メールもありますのでよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、お願いします。今週は条件さんの、ご紹介でした。はい、はい、短 CM でーす。本当にごぼうっぽい匂いするね。すごいですね、うん、なんかやっぱりコメントで結構あのお題来てますね、はい、おー、お題いっちゃいますか。じゃあ夜ご飯作りながら、あ、違いますね。夜ご飯かけてが、夜ご飯かけてみました。夜ご飯作りながら聞いときます、ごめんなさい。かっちゃん、そんなつもりないのにね。かっちゃんさんが、あの謎かけやってます。夏の甲子園とかけまして、はい、蚊取り線香と解けます、はい、その心は緊張の夏の、緊張の夏。おお、危ない危ない、はい、ちょっと今危なかった。あ、なるほど、あ、すごいすごい、ね、すごい緊張の夏ね、うん、日本の夏、緊張の夏、懐かしい、あの CM。 ダバダバ。じゃあ、じゃあその、あのそのさらに素晴らしい謎かけにもう一つ、あと10秒です。 あ、じゃあそれは続きは、ね、これまたいいよ。そうですね、うん、はい、FM ギノー 79.7MHz でお送りしております、 A びっくりラジオ、はい、先ほどね、CM 中に素晴らしい謎かけがあったので、うん、一旦ちょっと読ませていただきます。お願、はいします、はい、キャスにね、かっちゃんさんから来てます、うん、夏の甲子園とかけまして、夏の甲子園とかけまして、蚊取り線香と解きます、はい、その心は緊張の夏でしょう、ね、素晴らしい、ね、すごいね、うまいうまい、かっちゃんさん、うん、そうなんですよ、ケイシーさん、そう、はい、そう、そこでケイシーさんが思いついた。私もさらに、じゃあ同じ、はい、あの夏の甲子園とかけまして、はい、夏の甲子園とかけまして、蚊取り線香と解く、はい、お、同じ、その心はどちらも効果が必要です。おー、あー、はいはい、なるほど、ね、効果、ね、あの歌ね、そうですね、学校でね、あ、はいはい、すごいすごいすごい、うま、早えな。これあれなんですかね、うん、はい、やっぱり短時間で70点と、はい、ちょっと時間取って100点だったらどっち選びます、はい、70点の方選ぶ要は短時間で間を要は開けずにすぐ答えられる方を選ぶのか、ある程度ちょっと練って、あ、僕はでももうスピードはもう、まあ、できる人できない人は もちろんなんですけど、うん、やっぱもうそのあのなんて言うんでしょうね、こう根本にあるものは謎かけで楽しんでほしいというのがあるので、はい、これはもう遅くても全然僕は大好きですね。むしろあの遅くても、はい、もうこんなうまいのはあるんだってびっくりさせて、はい、もう本当もらえれば、挽回すればいいってことだ、はい、そうですね。じゃ今お題もらって放送ギリギリで発表してもいいってことですね。
もう全然いいです、はい、ただ、はい、今の一言聞いたら怖いぞ言うの怖いぞじゃあぜひあの、はい、やめとけって今じゃないですかまだそんなに振るのかなと思ったいや、まあ、ぜひだケイシさんに謎かけのこの流れというか僕たちでもできるように教えていただきたいなと思います。はい、わかりました。じゃあちょっとじゃあ軽く謎かけ講座いきましょうね。カメラこっちですね。はい、こちらでございます。見えるかな。まあ、謎かけとはですね、はい、まあ皆さんねご存知通り、丸々とかけまして、はい、バツバツと解きます、うん、でその心はちょめちょめですと、ちょめちょめですね。まあね、こう最後のところにはあのまああの最後のちょめちょめのところには同じ言葉が入るんですね、はい、でまあそれでめちゃめちゃめちゃ、こう例えばですね、じゃあ今何お題来てますか。はい、じゃあそっか、何がいいかな。お題じゃあラジオにしましょうか。ラジオ、ラジオ、はい、じゃあですね、まあ、ラジオってお題が来ましたね、はい、じゃあこのラジオお題が来ました、これ1番目ですね、はい、で真ん中のなんとかと解きますっていうの2番目ですね、はい、最後にこのねその心はほにゃららです、その今ちょめちょめですの部分が来ますね。めちゃめちゃ最後のこのちょめちょめをですね、はい、先に考えちゃうんですよ。ああ、オチを先に作っちゃうんです。はいはい。で、ちょめちょめ先やっちゃうってことですね。そうですそうです。はいはい、先にちょめちょめちゃいます。はい、ちょめちゃいましょう。はい、ちょめちゃいましょう。はい。ではラジオをですね、うん、このお題のラジオからいろいろですね、連想してみましょう。はい。しましょう。いろんな言葉が出ますよね。うん、例えばラジオといったら何がありますか。ラジオといえば、はい、音楽。音楽、はい。トーク。トーク、はい。トラブル。トラブル放送事故、放送事故あんまりない方がいいですよね。 P コード出禁皆さん結構なんかネガティブなこと言いますね。はい、クッ、あとはまあマイクとか、あ、そうですね、まあこうね、あとは、まあ、リスナーさん ね、 そうね、まあ、はいはいはい、だからツイキャス、あ、ツイキャスね、はい、あとはサイバル選べますこんなに言ってますけど、メール、メール、あ、いいですね、はい、もっと単純なものでいいですよ、メールとかお便り、はい、おはがき、まあ、リスナー、電波、あと、まあ、機械、あの、この、この、ここは FM 技能なんですけども、はい、FM もあれば、AM もありますね、はい、AM、で、実は、もうこんなのがすでにですね、はい、真ん中のがもうできてるんですよ、はい、あ、できたんですか、はい、はい、できてるんですよ、でね、あの、では、例えばですね、ラジオとかけまして、はい、あの、ラジオとかけまして、お父さん、と解きます。父さん、その心は、どちらも頼りないといけません。おお、すごい。すごい。すごい。早い。やっぱ早い。やっぱ早さが謎かけて重要じゃないかなって俺思い始めてるんですよね。実は寝るより、あの寝るのもすごいけど、うん、まあこれはもうね、まあこれはもうある程度よっぽど好きな人じゃないと、うん、僕ぐらい物好きじゃないと、うん、もう毎日のようにもう作ったりとかして、そうですよね。で歩いてたらかけ、うん、お題出されちゃいますもんね。そうですね、これが街を歩いてたら高見社さんだわ、そうそうそう、街を歩いてたら某パーソナリティさんから、はいはい、番組名言われましてはい、お題なんとかってからすごい、休む暇もないんじゃないかな。ちなみにこれが私のネタ帳でございますけど、え、すげえ、ネタ帳って一応ネタ帳ってあるんですか、謎かけにも。びっしりだ。一応まあその時その時のストックを持っていくんですね。へ、これ全部頭に入ってるってことですか。ある程度ストックあります。もう僕の頭の中のこのアマゾンがもうすぐ、はい、検索機械出しまして、あ、そっち行くさすがさんではないってことですね、うん、検索の方ですね。あ、検索、そういうことできないのか、うん、この商品、あ、このお題出せたら、あのお題あったな、はいってすぐ出しちゃうわけですね。すいませんね、いろいろ出してる、改造されているでしょうし、うるせえな、まあ、さっきのラジオからですね、まあ、この先にそのちょめちょめの方を作るのは、はい、じゃあこの、このそのなんだろう、まあ、音の言い方もそうなんですけど、うん、ちょめちょ、まあ、おはがき、言い方を挙げると頼りになりますよね。はい、頼りになります。頼り、そこからあの同音異義語、はい、探し出すと頼り、なるほど、頼り、頼り、頼り、頼しいな、頼りになるな、でそうすると頼りになるものはお父さん、はい、ね、はいはい、もしくは、まあ、ただボディーガードとかでもいいですよね。ボディーガード、はい、ボディーガード、だからラジオで、ラジオとかけてボディーガードと解く、うん、頼りないといけません、うん、はい、いろんな言葉ができるわけですよ。ちょめちょめが同音異義語っていうのが結構考えやすいポイントになる。そうですね、ハマれば真ん中のこのなんとかと解きますの部分は、うん、もう言葉は何でもいいんです。あ、はい、
でもどんどん作っていけばいいってことですね、その間の話を。どん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 こうあれあの言葉を連想していって、はい、そしたら引っかかるものを最後にちょめちょめ。連想ゲームだじゃん、はい、そうですね。なるほどね、はい、昔マジカルズのパワーって感じでね、マジカルバナナ、バナナと言ったら黄色、黄色と言ったらホニャララっていう、ハンドバツツン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 みたいな、そうそうそう、でそれと一緒でどんどんどん連想していくと最後にこのつながるものがあるんですよ、はい、あで、まあ、例えばバナナと言ったら剥く、ね、あの剥いちゃう、はい、で、まあ、剥いちゃうと言ったら、あの、まあね、あっち向くこっち向くって、はいはいね、あ、だから、はいはい、だったらじゃあね、ぐるぐる、ま、ぐるぐる向いちゃうからじゃあ、 あの、はい、なん風緑でもいいですよね。いいですね、はい、バナナとかけまして風緑と時はそのところは向いちゃいますとかね、はい、なるほど、向いちゃいます、はい、向いちゃいます、はい、違う意味で捉えてるんだよ、顔がエロい、別に俺何も捉えてないけど、まだ明るいぞ、まだ明るいぞ、顔がだってこのスケベ娘は本当に俺何も考えてないからね、向けてない、純粋に風緑のこと考えてたのに、ね、ケイシーさんが一生懸命説明してる時に、いやー本当に本当に、びっくりだよ本当にすいませんこんなラジオで、いやいやもう、いやむしろあの深夜の A びっくりやりましょうよ、あやりましょうやりましょう、うん、やりましょう、今ねゲストがいるんでみんな緊張したわね、いつもの10分の1ぐらいの下ネタです、そうだね、全然あ俺何も考えてない、今度やりましょうじゃ あ, あそうですね、ド深夜だったらね、ド深夜謎とか聞いてきますから、ね、はい、大人のやりましょう、大人の、はい、大人の謎とか全然いいですよ、ね、まあ、もすごいね、うん、まあでも、まあ、軽いものだったらいいですかね、じゃあ、うん、はい、あるんですか、例えば、まあ、男はみんな大好きですよね、あ、パイオツ、そうですね、はい、大好きです、パイオツとかけまして、はい、まあ、おっぱいとかけまして、はい、ゴルフとときます、その心はカップが必要です、あーそっか、カップ必要なんだ、バンカー、あ、ちょ、カップが必要じゃない人もいるんですけど、バンカーだけど隣、そう、もっとあの言いますとあの、パッドを使ってカップ沈めますっていう言い方もありますよね、沈めますときたか、ああ、はい、あとはすごいな、まあ、まあそういうちょっと可愛らしいものから、はい、ちょっとあと、まあ、例えばじゃあ、女の子のお尻と励まして、はい、T シャツ届きます、はい、T シャツ届きます、はい、その心はプリントしてます、おー、プリントしてます、いきなり高等テクニック出したなこれプリントしてます、あ、イントネーションもあるんですね、こういうあの同じ言い方なんだけど、そうですね、この句読点を変えるところで違う意味になっちゃうっていうやつですね、はい、でもやっぱりね、ちょっと下ネタでもやっぱり謎かけだとあんまりなんだろう、はい、セクハラに聞こえないですね、ちょっとえげつないってわけじゃないんだけど、ね、はい、まあ、僕が言うとちょっと親父ギャグなんですけど、うん、これをね可愛らしく言うと、うん、ああなるほどみたいな、はい、うん、これは、ね、あ、全然聞ける、はい、おお、サンチェさん出た、いきます、はい、海洋堂のフィギュアとかけましてマニアックなジャンルのセクシー女優と解きます、うん、その心はどちらも成功が売りです、あ、大丈夫ですか、ね、なるほど、精密なね、はい、巧みに使われた精密な成功とあの成功です、ね、はいはい、うん、マニアックなプレーってことですね、まあ、つまりそういうことはですね、はい、じゃあその成功とかけまして、はい、素敵なネックレスと解きます、はいはい、その心は18金って、はい、すごい、全座だ全座だ、ね、かませるだな、にわせられた、あの人かませるだな、いや全然で構わんよ、ね、僕もね、そう言いたくない、あのどんどん上行く、だから俺しょうもなすぎても言いたくないもんだってやばいね、うん、だからこう例えばメールとかでパソコンとかもそうなんですけど、はい、単語変換あるじゃないですか、はいはい、あれで一つの言葉なんだけどいろんな言葉出てきますよね、はい、出てきます、あれを見るとあこれとこれつなげられるな、今の成功もそうですよね、はい、うん、そしたらそこからこの単語をつなげて、はい、で謎かけにもな、ね、にできるわけなんですよ、なるほど、なるほどね、このピンクトークになった瞬間のサンチェスさんのテンションの上がり方、いやいや俺別にピンクトークじゃないですからね今のはプリンって言った瞬間ですよ、一番上がったの、一番プリントしてますからね、ほらプリントしてる、本当だはい、ということでリスナーさんついてきてますかね、どん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 ですね、こういう形で皆さん本当にコメントでも拍手も多くて、あ、ありがとうございます、実はねテルルさんが謎かけしてるんだよさっきの、え、マジで、下の方下の方、甲子園のやつ行ってみ、行ってみよう、えっとね、どこだどこだ、もっと下もっと下、カトリ、あ、当たった、上上、これ甲子園とかけまして、うん、カトリ線香と解きます、うん、その心は、はい、燃え尽きます、あ、燃え尽きます、ね、なるほどね、いいね、と、うん、いう形でどん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 盛り上がってますが、うん、はい、
はい、ここで、はい、あの1曲ここでバナさんから紹介していただきたいなと思います。今週持ってきたのはブンブンサテライツのラストシングルを持ってきましたよ。はい、はいはい。ボーカルのね、川島さんがちょっと、脳腫瘍が、あ、そうですね、再発、4度目の再発ということで、うん、ちょっともう活動できないということなんですけど、うん、結構好きなバンドだったので、うん、残念ですけれども、本当に最後のシングルということで、未来に向かって、うん、メッセージを託すような、曲ができておりますよ。本当なんだっけ、プロモーションビデオも娘さんが出てるんだけど、その最後のカットで本当に未来に託すメッセージみたいなものを見せてくれてます。うん、先週ひとみんが言ったみたいくね、なんだっけ、うん、真央さん、小林真央さんとかの話もあるんだけど、やっぱり時間って結構あるようでないので、そうですね、うんうん、いつ何があるか分かんないです、うん、ということなので、そのメッセージを聞いてください。はい、ブンブンサテライトで、Lay your hands on me です。いっちゃれい、どうぞ。Come on。 すごいすごいですね、コメントやっぱり結構多いですね、うん、うまいって言ってますね。言えた、あっという間に過ぎちゃうな時間、うん、もうこれ曲開けて、シグナスさん来てますね。あとテーマ、フリートークがあと10分ありますね。はい、メール来てます？メール来てない。 G メール開けないです、うん、こっちはコメント読みましょう。僕はコメントはもう大体拍手ばかりです。みんながもう聞いてコメントよりも面白いところ聞き逃さないっていう、もうレベルが、もう俺さっき思いついたのが、うん、仮面ライダーとかけて、はい、しょうもないツボとくバッタモンっていう、しょうも、本当にしょうもない本当にしょうもない、言うのも恥ずかしい。別にいいぞ、できてるわけない。はい、シグナスさん、お、はい、でも久しぶりだ。写真戻ってる今撮影中です。撮影中、ありがとうございます。どうしてもバッタモンが言いたいっていう、バッタモンが言いたいだけで、バッタモンっていうのが言いたいだけで、かき集めてかき集めて、雨に引っかかった砂がこれ。ひとみなんかないの？プリン、プリン。もうさっきので精一杯でした、ね。木の実奈々みたいな感じで言ったら絶対セクシーでいいと思うんだけど、なんか。木の実奈々。木の実奈々的な、あんたたちみたいな。ピンクトーク、プロジェクト前の場所で出た時は多分だいぶピンクでしたよね、きっと。見てないけど私。あ、そうなの。うん、それ意外と真面目でした。あ、そう、はい、真面目でした結構後半英語おじさんが出てくるあたりはすごいんですよ。あの時はね、そう、あの時はもう僕もマンチェスさん、ま、この状況でもいけるものもまだストックあります。じゃあもうこんな感じで、じゃあもう今日は教俺もうピークバッタモンなんだけど、なんか言おうか。じゃあいいね。あ、でも もうあ、なんか続き、さっきの続きってあるんですか？この、ね、さっきのこのあ、コードの続きというか、作り方はこういう感じで、はい、まあ、要はあれですね、このお題2つの中に何があるんだろうと思わせるのが、まあ、謎だけなんで、なるほど、まあ、なんだろう、言い方は一緒なんだけど違うものになればいいかなと。うん、こういうのが大体、まあ、基本というかね。これって英語とかでも置き換えれるんですか？お、ね、英語ってやつ、ね、英語でも同じイントネーションに聞こえるような単語とか、あ、例えば、ありますね、よく僕がやったのは、例えば、朝ごはんと始めまして、はい、結婚式と解きます、はい、その心はモーニングが必要です、うん、ああ、最初のね、あの礼服と、はいはい、そうですね、このままでいけるんですね、じゃあ、うん、英語はそうですね、言い方は一緒なんだけど、違う意味で捉えられたりとかで、はい、結構また面白かったりとか、あと、内長口とかでもできますよ。あ、そうなんですか。じゃあ、なんだ、お前ができる子だなとかけまして、はい、野球部員と解きます、はい、その心はナインとか、ナイン、あー、方言のナインと英語のナインですね。ナインってどういう意味ですか？できる、お前できる子だねという、ナインって言うんですか？あ、ナインド、はい、ナインナイン、そうそうそう、すごい。あ、ね、なるほどね。奥がコーナーやりたいですね。謎かけコーナー作りたく、ね、作りたいですね。なんか謎かけコーナー。内側口でこう組み合わせたりするとまたさらにまた幅は広がりますし。これずっとやったらボケないですよね、絶対。そうなんですよ。絶対ボケない。私がその先にやるのは、このお年寄りとか子供たちにやってもらって、はい、男発想力を広げてもらったりとか、はい、
ったのと、しらすきにもやってもらって、ボケ、まあ、防止にどうですかね。うわぁ、これあ、もったいない、今喋ってんの。前、以前テレビで見たんですけど、謎かけしてる時の脳ってすごい活性化してるんですよ。すごいいろんな細胞がフル回転してて、あ、水木さんのこの脳の中に見たんだけど、すごいもうフル回転してるんですよ。あ、全部の部分使うんですね。はあ、すごいよね。だから、まあ、僕も光ってます。あ、だんだんなっちゃう。そうなんですよ、ね。そうこれからだんだんなくなってくるんですよ。最近、最近もない、自虐あ、でも自虐で謎かけとか、そっか、考えやすいですもんね。だから自分でも、例えばもうじゃあね、こう、なんかね、なんか、じゃあ、つるつる頭とかけまして、はい、ね、はい、大丈夫ですかと解きます。はい。心は、怪我なかったとかね。あー。怪我なくてよかった。あ、なるほど、なるほど。なんて、センチメンタルな謎かけなんだろう。サウルの心さん、ねずっちです。なんかないですかこういうの。なんか直球投げてきたけどキャッチないよ。それをやるとね、全くもねずさんの丸々ねパクになっちゃうから。高飛車ですみたいな。こういうのもやらないですよね。再現するんですね。そう。韓国みたいなこと。韓国みたいな。高飛車ですみたいな。殴られるでしょ。こんなアンチがつくでしょ。上から選手ケーシーですね。ケーシーです。売れません。訴えられます。まだ。はい、はい、FM 技能 79.7 メガヘルツでお送りしております ABIC の ABIC リラジオということで、引き続きケイシー高飛車さんに、はい、いろいろ謎かけを習っていますが、はい、本当に CM 中もね、奥が深い話が聞けて、すごいな。これまた来週も出たいな、本当に。あ、出てほしい。まだ10分は足りないですね。足りないな。喋、うん、り足りない。なんかさ、ね、もっと喋りたい。そうですね。すごい、さっき CM 中にね、いい話聞いたんですよね。うん、あの、うん、ケイシーさんが謎かけをやっている。はい、あ、職場ですか。あれですね。あ、職場の話も。あ、はい。あの、え、おもろ町の、まあ、あの某オリックスなんですけど。はい。そこで、まあ、あの、まあ、僕事務員やってまして、昼間は。うん、でそこで、あの、まあ、面接で。思いっきりあの、まあ、これ2年前に入社したんですけど、はい、履歴書に、うん、特技な謎かけと書きまして入社しました。でそれでその後に、うん、この朝礼の時にいきなり、はい、あのでは今日から、高峰さん、僕の本名高峰って言うんですよ、はい、でそれで、高峰さんの謎かけをやってもらいますということで、はい、急に無茶ぶりが始まって、はい、でそこからこうやって朝礼で終わって始まって、それでこう今から仕事始まる前にみんなでこうほんわかしてもらえればいいよって、はい、そういう、まあ、そういうまあ部長さんの粋な計らいで、はい、であとさらにちょっとあの、まあ、ちょっとお話しするとですね、はい、あの机の鍵をなくしちゃったんですよ。あ、はい、一回紛失しちゃったんですよ。あ、はい、やっぱ今ね、いろいろね、まあまあ、個人情報とか、はいはいはい、まあ、厳しいですから、うん、これなくすものも、うん、あのやっぱこれはもうペナルティーで、うん、あの始末書を書かないといけないんですね。はいはい、でそれで、まあ、僕のリーダーとかその、まあ、チーフリーダーとかサインをもらいまして、うん、で僕もすっかりもう見えてて、はい、あ、もうどうしよう、もう参ったな、困ったなって一番本部長のところまで行ったんですよ。はい、ですいません、これサインお願いしますって言ったら、その本部長が一言、高峰君、合鍵とかけてといきなり謎かけて、もう総務室で、うん、はーって僕声を投げちまって、ただもうこっちは怒られると思って行ったんだけど、はいはい、それで来たもんだから、うん、もうこれはもうやるしかないやと思って、そうです、ね、合鍵とかけまして、うん、ぼーっとしてました、どう解きます、はい、その心は気ぃつけます。おー、ただ言ったんですけど、そのにも部長は、うん、いや今のベッターだな、ハンコあげられんわ、厳しいな。そしたら、あ、じゃあ待ってください、じゃあ合鍵とかけまして、はい、とコンサートホールと解きます、はい、その心は会場を使います、ああということで、よし、はい、OK っていただいて、そうなんですね、これダメだったらずっともらえないパターンでしたね。厳しいな。なんかいいな。まあ、そういう本当にもうね、まあ本当なんて言うでしょうね、理解力のあると言いますか。だから今本当に楽しくやってますね。講師のものも本当、それだけ信用も厚いからだと思いますし。本当にありがたいです。なんかもケイシーさんがいることで会社全体が柔らかくなっているんだろうなって。はい、社員募集中でございます。告知入った。謎かけできないと入れないんでしたっけ。いやいや、それは大丈夫、それは大丈夫ないです、はい、あの、すごいな、まああのね、そうや、まあ僕はこういう、まあ、特技があったからできただけで、はい、それはそうやってみんながこうやってね広めていってくれれば嬉しいですね、はい、でも
この謎かけをすることで、はい、ね、さっき CM 中にも話しましたけど、この脳みそをすごい使っているって、うんうん、そうですね、うん、もうフル回転ですよ、はい、うん、絶対ボケないよ、ね、ボケ防止になるっていうことで、はい、はい、そうですよ、もうこれはね、まあ、僕のその次のそのステップが、はい、沖縄でこの謎かけ名人になってふんぞり返ってるだけじゃなくって、うん、みんなにこう謎かけの楽しさを教えてですね、はい、でこのまあお年寄りとか子供たちにこう、まあ、もちろん大人の方でも、はい、まあ、脳活にもなりますから、そして広めていきたいなっていうのはありますね。今度は老人ホームとか回ってみたりとか、 あと何度かあの、まあ、あの、まあ、何たらいいんだろう、まあ、支援センターとかですね、はい、あとあのそういったあの学童のセンターとかにも行って、うん、実際に謎かけ教えてもらったりとか、実際これここで使うノートなんですよ。あ、そうなんですね、仕事道具、はい、仕事道具であのワンピースと励まして、 おやつと解きます、はい、その心は、あ、じゃあこれクイズになってまして、はい、1時、はい、2時、3時、さあどれかな、1時、2時、3時、3時です、そうです、3時ですってね。なるほど、まあ、こういう感じで分かりやすい、あ、これ面白い、謎かけの第一歩みたいな感じ、まあ、そうですね、まあ、子供たちにはちょっとやっぱりね、うん、あの、まあ、難しいと思うので、はい、クイズ形式にしたりとか、分かりやすい、謎かけを知ってもらう、そうですね、段階に、はい、もちろんあの、ね、謎かけですから、まあ、なんかこうね、爆笑とかじゃないんですけど、うん、これでなんかこうトンチとかでね、はい、あと、まあ、脳みそを柔らかくこう、まあ、みんなをこうユーモアでね、あの、広めてもらえれば、本当僕はもう、ね、これが僕の次の、まあ、そうですね、野望というか、はい、野望です、はい、野望ですね、野望とかけまして、お野望とかけまして、なるほどね、すごい、振ったの、いやいや振ったの、自分がやるのかなと思ったのに、振ったの今でも最後の最後に持っていくものがあるんでしょ、黙っとけ黙っとけお前、実は今もう自分を視界に集中できないほど考えてるだからどうしよう、全然もう考えられないですね、もうなんだ結局ね、喋りながら、喋りながら出てくるんだね、なかなか難しいよ、確実に思ったのは、うんうん、やっぱケイシーさんは純粋にもう謎かけじゃないですか、自分がやっぱり思ったのは、ラジオ聞きながらやっぱりちょっとセンスがあるって言われたいとか面白いって言われたいっていう、なんか謎かけやるんだったらっていう、なんかちょっと邪心がありますけど、もうケイシーさん邪心が入ってんだお前邪念っていうかね、邪念っていうか、本当に純粋な心でその広めたい世界平和でしたっけ、もう、そうよね、それぐらいの、なんて言ったらいいでしょうね、あの、まあ、沖縄って、ほら、やっぱ結構ね、まあ、落語家さんもそんな少ないですし、うん、そういうね、謎かけ遊びやってる人も少ないですから、うん、やっぱまだ浸透してないと思うんですね。うん、あのちょっと一度浅草の方でやらせてもらったんですけど、そうなんですか、あちらの方はすごいやっぱ入ってすぐお題もすぐ来たりとかして、やっぱそういう、なんだろう、県民性といいますか、やっぱそういうあの環境なんだなと思いました、沖縄の人時間長そうですね、まあ、うちなタイムみたいな、あとやっぱりこう、まあ、多分笑いが求められるんで、うん、面白トークじゃないとなんか、なんかね、こういまいち、うん、そうですよね、あ、かっちゃんから来てますよ、はい、笑顔とかけましてクリーニング屋と解く、はい、その心は、はい、服が着ます、お服着ますと、きれいきれい、いいね、いいね、素晴らしい、かっちゃんさんさすがサウラのコロクさんなんか寂しいな、ねずっちです、自分は子供自分は子供レベルもなんかもう自虐すぎる、多分ちょっと前ぐらいに今わかったって来たよ、あ、そうですか今わかったって来てたよすっげえ遅すごいな、はい、DJ マシャさん、うん、さすがだ、今日は勉強になったわーって、もやっぱりありがとうございます、ね、マシャさんここまで来ましたよ僕もこれあのね、この、はい、教えに行くっていうのは、はい、こう自分から営業かけて、あ、まあ、Facebook もそうなんですけど、はい、いろんな Twitter とかでもやってますけど、はい、あの本当に何か、まあ、イベントとかあれば、はい、まあ、沖縄にこんな人がいるぞとどこかで思っていただければ、うん、いつでも、まあ、会社で有給取って、はい、無理のない程度に来ます、有給があれば大丈夫だ、はい、じゃあ脳の活性化したい方はぜひケイシー高飛車さんの Facebook にお問い合わせということですね、はいはい、Twitter にもあのハッシュタグ謎かけでやってますので、ということでよろしく、はい、あ、エンディングの時間があっという間ですが、ついに来てしまいました、はい、ということで、はい、FM ギノワンから 79.7MHz でお送りしておりますエビックリラジオエンディングに呼んでる感半端ないもうエンディングなら分かってんのによ、はい、近づいてまいりましたさっといきましょう、はい、今週の視聴者プレゼント、はい、ビデオダビングの ABIC から ABIC 商品券1000円分を3名様にプレゼントいたします。プレゼント希望の方は AVIC@FMGINOWAN.com
コップ。コップ。コップ。エビックアットマークFM ギノワンドットコムまでお名前、住所、プレゼント希望と書いてどしどし応募ください。すいません、今週のプレゼントコップにします。すいません、コップ3名様です。ドットコップ。こちらのコップ3名様にお送りいたします。あ、なんだっけ、お茶入り？お茶入り。お茶入り。うん、何茶でした？総研美茶じゃない。再慶茶。再慶茶。再慶茶ですよ。ちょっとあんたたちを。鳥羽さんが、はい。瞳お願い。はい。はい、この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション ABIC、 片奥解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りしました。はい、ケシさん、はい、なんか告知とかありますか？ね、はい、私ですね、一応まあ毎週木曜日にですね、あの那覇市安里にあります、はい、那覇チョップカフェというお店でですね、うん、はい、あのニコ生放送、先ほどの話に出ました、うん、もう今年8月で4年目になります、はい、これを毎週9時から1時間生放送やってます。ニコ生なのでこうコメントをね、はい、流しながら、はい、整いましたって、あ、やるんですね。うわ、これはすごい、はい、もうね、ニコ生のお客様はもう4年もやってるとね、うん、ひねりにひねったお題持ってくるから、あ、逆に困らせてやろうってから、どんなお題来るんですか？例えば、ね、牧原の完全試合とか。ああ、なるほどね。単語が意地悪だろ。いや、もう、もう難しい、普通ならできるかっていうようなものを自分がもう顔真っ赤にして、もう作っ、絶対作ったろとか言ってから、バトルが軽い。だいぶいいトレーニングになりそうですね。うん、もうそうですね。結構攻めた謎かけもしますよね。政治にかけた内容だったりとか。あ、そうですね。うん、まあ、まあ、なんだろう。あんまりね、まあ、意地悪じゃない程度にね、うん、はいはい、ちょっとまあチクッとするようなものだったらいいかなと思って。いや、もうこういう感じでね、なんか、はい、触れられたら全然聞けますよね。はい、聞ける。謎かけとかけると。そうですね。はい。ぜひぜひ皆さん、ニコ生聞いてみてください。はい、毎週木曜日9時からでございます。よろしくお願いします。お願いします。お店にも来てください。遊びに行きます。はい、そして、今週、あ、そうだ、私も告知があるんだった。そうだよ。はい。毎週告知してます。はい、私、舞台に出ます。うん、その名も、劇作家対決、うん、イエーイ、はい、来たる6月25、26土日と、7月2日、3日土日。うん、に行われます、はい、場所が我が町の小劇場、うん、那覇の海南の方ですね、うんうん、になっております、はい、内容としましては、2人の脚本家が同じテーマ、同じ出演者数、同じあらすじで物語を作る、うんうん、テーマがアイドル、あらすじが人気アイドルが握手会を開催、うん、そこで意外な事件が起こるという、うん、内容になっております。うん、で、私はジェネレーション5の A チームに出演します。はい、AB 各2000円、 AB 投資券3500円となっております。はい、ぜひぜひお問い合わせは私の Twitter、Facebook までお願いします。大丈夫かわ い, い私アイドルだけど56歳の役するんで、頑張ってるんで見に来てください。行っていいんですね、それは。それぐらいは、ね、はい、ということで読んでみましょう。次回のテーマ、来週のテーマはフリーとなっております。あ、やれ、やっぱりは今日ラッパリは今日ラッパリいらないです。あ、でやっぱりラッパリに謎かけ聞こうと思ったんだけど、うん、今日はいらないです。かわいそう、流れ的に今日はなんかお休みみたいです。ツイキャスにも映ってないしね、今日。今日はお休みみたいです。なるほど、そういう。さっきのプリントするでもうね、十分だったかな。ごめん、なんか振ってみようぜ、高飛車さんにお題を。あ、ね、なんか私のなんかありません、最後の最後に。え、あ、なんかこう困らせるようなもの。瞳がお題。あ、お題が、なんか、なんか何がいいかな、なんかちょめって噛みます。立ち見じゃ瞳で、瞳なんか難しいかな。お題瞳です、まあね、これまあ、4回しか会ってないけど、ね、鉄板なんですけど、はい、まあ、じゃあ瞳と励まして、はい、ユノザソンと解きます。その心は、隣だと緊張です。おお、ね、私も緊張してる、ね、鉄板って感じのことだかと思った。これはあのスナックでよく使います。はい、すみません、おじさんなんで。なんかやられた感があるな。いいす、ね、はいはい、すごいすごい。これはあのうるま市でもできますね、これね。うるま市でもできます。緊張挟んでるからね。なるほど、緊張近辺だとできますね。そうですね、名古屋でもできますよね。名古屋でもできます。まあまあ、どこでも使える。はい、うん、あ、これいいね、使えるね。考えてきてなかった、そういえば。俺行っていいじゃん。はい、どうぞ。背面飛びで失敗したとかけまして、はい、身だしなみで店長に怒られたと解きます。その心は、どちらも反りが甘かったでしょう。あ、大丈夫ですか。いい、ね、さっきのエビのね、さっきね、ちょっとエビとあのね、ちょっとかぶっちゃいました。僕が先に言っちゃったんですけど、その後に言いたかったんですけど、失礼しました。大丈夫です、大丈夫です。話がまだあります。はい、あ、まるの、すごい。
青春時代とかけまして、うん、留学に行って会話に英語が混ざってしまう人と解きます。その心はどちらも謳歌しました。謳歌ね、あ、はい、欧米化の謳歌です、はいはい、すげえ、ソンチェさん、はい、勝負にかけてます。タコライスとかけまして、タコライスとかけまして、筋肉マンの頭脳と解きます。背中から、はい、ミートが命です。おお、あ、なるほど、すごい、こんな1秒くらいで考えるんですね。まあ、今じゃないわ今じゃないわ、どんどん出てくるけどまだあります。実は負けず嫌い、黒崎いちごの前に立ちふさがる強大な敵とかけまして、はい、失敗ばかりする後がないサラリーマンと解きます、はい、その心は挽回しないと終わります。これちょっと難しいですねブリーチですね。オッケー、じゃあ最後に、はい、ケイシーさんに、はい、締めていただいて、そのまま、はい、いきますか、エンディングで。あ、はい、あ、うん、あ、オッケーです、じゃあ整いました、はい、本日ですね、呼んでいただきましたびっくりラジオさん、そしてあのリスナーの皆さんですね、はい、全ての皆様にとかけまして、はい、育児休暇と解きます。その心は、サンキュー。おー、おー、サンキューときたか。サンキュー、こちらこそサンキュー、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、楽しい、はい、ということで締めますか、締めましょうか、はい、はい、この後はアニマン兄貴のクールジャパン沖縄です。周波数はそのままで引き続き FM ヤギネオンをお聞きください。はい、今日はケイシーさんありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。またぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、はい、あの深夜のやりましょう、絶対これ、あ、やりましょう、いいね、いいね、深夜のやりましょう、はい、盛り上がりそう、もっと考えればよかったはい、じゃあ今日もありがとうございました、皆さん、ありがとうございました、また来週、バイバーイ、セグバイ、アイビーバック、ありがとうございました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 、またよろしくお願いします、お願いします、来週フリーですので、ぜひよろしくお願いします、絶対謎かけしますいいね、考えよ1個ぐらい、